転校するまではずっと女子校だったんだ。はい、同世代の殿方は新鮮です。なのでどう親睦を深めてよいやら、乙女同士は大体こうなのですが。美味しそうな果実が2つ、年中収穫 OK です。まあ人間ですし、うん、同じでも大丈夫ですわね。さあどうぞ。大丈夫じゃないよ。私には触れたくないですか。そういうわけじゃ。篠崎さん、どうすりゃいいんだ。